囚われの兄エースを救うため大監獄インペルダウンに潜入したルフィだが、独特の身の能力者である所長マゼランに乾杯を喫する。猛毒を浴びて瀕死の状態となったルフィだったが、ミスター2ボンクレーとイワンコフに助けられ奇跡的に回復。革命軍の幹部であるイワンコフはルフィが革命家ドラゴンの息子であることを知ると、共に脱獄することを決断する。強力な味方を得て復活したルフィはエースが囚われているという監獄の最下層レベル6に乗り込んだが、時すでに遅く、エースは海軍本部へと連行された後だった。エースを追って海軍本部に向かうことを決意するルフィ。しかしマゼランの策によってレベル6に閉じ込められ、牢獄から脱出する手段が見つからない。そんな時、牢の中から一人の男が話しかけてきた。ここを抜けたきゃ俺を解放しろ。俺ならこの天井に穴を開けられる。どうだ麦わら。お前ここに捕まってたのか、クロコダイル。イワンコフの意見を受けてクロコダイルの解放にしぶしぶ同意するルフィ。さらにもう一人の男がルフィに声をかける。王将の頼みだ。わしも連れて行ってくれ。必ず役に立つ。エースさんとは彼が白ひげ海賊団に入った時からの付き合いじゃ。わしはこの戦争に反対したことでここにおる。エースさんを救いたいんじゃ。頼む、わしに死に場所をくれ。いいぞ。かたじけない。その男は大岡七部会の一人、海峡の陣兵衛であった。ゴムゴムのよせきだ。ふうさん、俺行くよ海軍本部。今朝10時前、処刑は午後3時。この時刻には必ず執行される。3時までに殺されることはねえんだな。まだまだチャンスはある。来たぞ。ひるむな、応戦しろ。に出たところで面白みはねえと。白ひげと海軍が戦争を始めるんだ。あのジジイの首を取るまたとねえチャンスってわけだ。行くぞ。
手出しはさせんぞ、クロコダイル。じゃあ今のうちに殺し合っとく。褒めてる時間はなさる。さすが暗黙を突破するのよ。麦わら同意、待って食べよう。後ろはまた私たちに任せて進みなさい。ルフィ君、行くぞ。わしが補佐する。陸上戦では足などあまり力になれんが。そうか、十分強えのに。わしは海賊嫌いの海賊で通った。白ひげの親父さんやエースさんは別じゃ。お前海賊なのに海賊が嫌いなのか。変わってんな。エースさんから弟がいるという話は散々聞かされてきた。よし、セカンド。必ずエースさんを救おう、ルフィ君。ああ、エースは絶対に死なせねえ。エースなのか、乾き具合。You're-
などない。どけ。やだね。やめならぶっ飛ばしていくぞ。これはエースを助けに行くんだ。無言の笑わせるな。もう簡単にぶっ飛ばされては副所長は務まらぬわ。ゴムゴムのナイフ。ゴムゴムのナイフ。ゴムゴムのナイフ。
き人々にご安心いただくために凶悪な犯罪者たちを閉じ込めておく。ここは地獄の大砦。それが破れさ、この世は恐怖のどん底じゃろうが、出さんと言ったら一歩も出さん。やめときな、正義だ悪だと口にするのは。この世のどこを探しても答えはねえだろ、くだらねえ。何か取り込み中だったようだな、ゼハハハハハ。ティーチ、貴様がなぜここにおるんじゃ。いや、今は黒ひげと呼ぶべきか。黒ひげ、お前が黒ひげ。おめえが我が隊長エースの弟だったとはな。ここにいていいのか。もうすぐ始まるぞ、お前の兄貴の公開処刑がよ。ゼハハハハ。エースは白ひげの船で滞在を犯した俺をずっと探してた。都合のいいことにな。いや、セカンド、奴を撃ち取ったら政府はあっさりと俺の七部会入りを認めてくれる。エースが先に現れなきゃ俺はおめえを殺しに行くつもりだったんだよ、麦わら。だって今やってみろよ。ゴムゴムの悪魔しろ。はっ、ドド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 ド
アズランが来たぞ。まずいわね。麦わらボーイ、さっさとお行き。あなた、今度マゼランの毒を食らった。もう二度とこの世へ戻っちゃ来れないからね。麦わら、貴様は絶対にここから出さんぞ。